はい、新車館チャンネルをご覧の皆様、いつもありがとうございます。 100% 新車館加藤インターチェンジ店の小林、はい、弊社では新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインに沿った営業を続けておりますが、お客様同士の接触を避けるためにもご来店前のご予約をお願いしております。またご来店が難しいお客様のためにオンライン商談システムを導入しています。こちらはスマートフォンやタブレット、パソコンから簡単にお申し込みできますので、こちらも合わせてご利用いただければと思います。はい、では本日ご紹介するお車はこちらのスズキアルトですね。はい、まあこちら、はい、まあついこの間といってももう数ヶ月前の話ではあるんですけれども、まあ新型にこの見た目ですね含め変わったということで、まあ今回ご紹介できたらなというところです。はい、で、まあ今回ご紹介するスズキアルトなんですけれども、まあこのお車、まあなんといっても最大の特徴といえば軽自動車一番の低燃費ですね。はい、もうどれぐらいの燃費だと思いますかねっていうので、まあ我々いつも車に触れてるので、まあ大体分かっちゃうんですけれども、はい、まあズバリ言うとこの車だとカタログの数値だともう20後半なんですよね。はい、なぜかというとこのスズキのアルトですね、マイルドハイブリッドがついてるからですね。カタログで見るだけでも27後半っていうような感じの燃費なので、はい、こちらですね、まあ、実際に走らせてみたら多分24ぐらいは行くんじゃないかなといったところですね。はい、まあもちろんこの車ですね、燃費以外にもちゃんといいところもありますので、そういったところじゃあ今回見ていきたいと思います。まあ外観なんですけど、結構前のアルトから見た目変わりましたね。結構前のアルトってなんかところどころカクカクした印象があった車体だったんですけど、今回なんか丸くなりましたね。どうですかね、こう丸みを帯びた感じでですね、はい、これいいですよね。なんか後ろの方なんかスパーンって切られたような感じでしたよね。なので今回結構丸みを帯びたデザインになったので、まあ、結構ライバルとして挙げられるダイハツのミライースと比べて結構差別化できていいなと個人的に思いましたね。あとは結構、まあ今回出演してないんですけど、篠崎さんの方にちょっとご意見伺ったところ、ちょっと女性にも受け入れやすいデザインになったなって言ってましたね。はい、ちょっと外観の方ですね、まあ全体的に一つ前のやつだとなんかちょっと寂しい感じの外観だったんですけど、今回なんか少しボリュームが出たかなっていう風な感じですね。なんか立体感が前のやつに比べてちょっと出たかなと思います。ちょうど後ろの形とかも全然違いますね。前のやつ本当にスパーンって切ったようなすごい角度だなっていう、あれ個人的にあれいつも持ってたんですよね。あれなんかぶった切ったみたいにすごいなっていう。いやー、でも今回の方からも丸くなったので、だいぶ可愛らしい印象にはなったかなと思います。はい、で、ま、大きさに関してはなんとこのアルト新型になって若干横幅大きくなったそうです。25ミリ大きくなりました。本当に若干ですね。であとは高さが上がりました。はい、室内の高さが上がったらしいです。狭いのかなと思ってるんですけど、そうですね、ちょっと高いですね。なんか見かけ以上に高く見えますね。そう、意外と乗ってみるとこんなにイメージよりは狭くない感じですね。あとはこれもちろん荷物は乗せるスペースですけど、この辺りの使い勝手変わらないですね。前にパタンと倒していただければ結構フラットになりますね。はい、これもなかなかいいですね。今回のアルトからですね、いわゆるバンがなくなっちゃったっていう感じなんですけど、まあ、それでも荷物たくさん乗せられるので結構使い心地はいいんじゃないかなと思いますね。はい、で、あとはですね、まあ、このアルトの特徴としては後ろにセンサーがついてるんですね。これスズキのセーフティーサポートなんですけど、全グレードついてきます。
でこれのいいところがあのバックした時にあの自動ブレーキかかりますんで機能がこれついてるんですね。いいですね。俺ライバルのミラーイースだとついてない機能のないです。はい。なのでバックで後ろに壁があるとゴツンします。まなかなか大きさは測りやすい車なので、そうです、まあ、ないかもしれないですけどね。まあついてた方が暗いとやっぱり距離感測れなかったりするんで、こういうのあるといいですね。ですね。やります。そう、こういったところで意外といいものついてると思いますね。で、あとはそれ以外の部分ですね。はい。まあ運転席周りとか見ていくと、まあこれが一番上のハイブリッド X グレードですね。まあ中見ていただくと結構まあスッキリとした印象ですね。で、ドリンクホルダーの部分ですね。これものすごく大きいですね。なんかコンビニとかで売ってるパックの飲み物でも余裕で入りそうだ、はい、四角いのが運転手と助手席の方ですね。両方ついてきてます。これはいいですね。あのミラーイースのあとその他ですね、こちらのグレードなんですけど、まあ一つ上の例えば360度の、カメラついたグレードとかになってくると、こういったあのここに USB2 口ついたりとかっていう風な、はい、装備品追加されたりするのも特徴ですね。ここにつくのはちょっとありがたい。ああですね。ここにつくことによってかなり使い勝手良くなりそうです。はい。でそれ以外にも、まあ、こちら一番上の X のグレードなのでオートエアコンもしっかりついてきてますね。そうですね。やっぱオートなのはやっぱいいと思うんですけど、少しこの液晶パネルあたりはなんか電卓みたいな。なんというかちょっとチープな気はしますね。なんかやめましょう。そうですね。まあこれはそういう車ではありません。あの割り切っちゃえばこんなもんかって感じですから。まあでもあのちゃんとまあっていうのは一番でかいところですからね。まあそうですね。まあ機能優先ですここは。あとはですね、他なんと一番いいグレードなのでシートヒーター両側ついてくるんですね。これいいですよね。しかも運転席助手席両方。そうですよね。なんか他の車だと四駆じゃないとついてこないとかってよくあるので。これはスペーシアですね。そうですね。はい。なのでまあそうですね。これ最初からまあ一番上のグレードだったらついてくるっていうところで、これ良心的ですね。はい。であとはですね、他は収納とかもまあまあこういった形でトレイがついてますね。はい、まあ、運転席助手席の間のところなので、ちょっとここにティッシュボックスとかカポってはまりそうですね。ちょうどいい大きさですね。これ使い勝手意外と良さそうですよね。入れなくても結構そのままポン置きしちゃっても、ああはい、そうですね、この辺り。であとは後ろの方を見ていくと、ここに一応ドリンクホルダーついてますね。ちょっと小さめな気はしますね。でも運転席助手席もう2人で乗られれば十分じゃないですか。あ、確かにそうですね。乗ることはきっとないでしょう、まあ、そうですね。この車は正直4人はめったに乗らないですね。はい、後ろに乗せるのは多分もう人ではなくて物です。足にちょっと使うぐらいですかね。あ、そうですよね。あとはこのインパネ周りなんですけど、前の方と比べてだいぶまあちょっと立体感がある感じでボコンとしてますね。立体感あるけど視界は妨げないんで。あ、確かにそうですね。ですね。考えられて作られてますね。ですね。結構すっきりした感じですね。で個人的にちょっと思ったのが、ちょっとトレーが少し浅めだなというところですかね。これ iPhone なんですけど、ちょっと12だとぴったりっすね。ちょっとぴったりすぎて、これはちょっと怖いですね。
ですね。ちょっとこれはあれなんだよ、こっちだとこれもぴったりですね。ちょっとここの辺りがスマートフォンを置くにはちょっと浅すぎるかなところですね。ちょっとここに落ちないようなこうストッパーみたいなのがあればいいんですけどね。より良かったですかね。ですね。足元ら辺とかに置こうとしちゃうと遠いですからね。ちょっとそうですよね。あとはまあこういう風な形でですね、なんかちょうどいい形であのスマートフォンホルダーにはなりますね。ちょうどぴったりサイズですね。なのでこれよりちょっと大きいサイズのまあ iPhone とかだとちょっと引っかかっちゃいますね。これ12の普通のやつなのでなんとか入ってますけど。大きめのケースとかだとそれでも引っかかっちゃいそうですね。そうですね。ケースにもう引っかかりますね。あーやっぱ相性ありますね。惜しいとこですね。なんか一瞬これすごい使い勝手いいって思ったんですけど、ちょっと相性ありますね。ちょうど型はなんかあーですね。もうあとはもうその他に関してはまあこの軽自動車にしては珍しくブレーキハンドブレーキなんですね。はい、なるほど。足じゃないんですね。これ珍しいなって思いましたね。はい、まあ、こちらの方にあるということで、まあですね、あまりこのグレードのお車だとそんなスポーティーな走りは期待できないんですけど、まあでも昔ながらの車慣れてる人だとやっぱ手の方がいいかなっていうのもあるかもしれないですね。そうですね。あとはですね、まあ、今回このアルトに、まあ、今回になっても通算9代目になるそうなんですけれども、8代目のアルトにあったいわゆるマニュアルとかっていう設定はなくなりました。もう CVT だけです。マニュアルは小林くんは、あ、そうですね。ちょっとマニュアルが選べないっていうのが少し残念ですね。やっぱりマニュアルの方がですね、まあ、楽しいっていうのと、あとは燃費が一番良かったんですよね、今までのやつだと。あ、なるほど。はい、あの本当に、はい、カタログ通りの燃費出せるのは本当マニュアルの特権だったので。やっぱり CVT になったら少しだけやっぱカタログよりは燃費、実燃費落ちちゃうんですよね。なのでちょっとその部分だけ若干残念かなってことですね。ただそれ以外の部分でかなりですね進化があるので、やっぱり実際乗ってみて思ったんですけど、頭の上かなり余裕ありますね。なので普通に乗ってて違和感ないですね。はい、あとはまあシート自体も全然悪くないっていうような印象ですかね、個人的には。普通にポジション取ってみて、うん、そうですです。これよりやっぱもう少し高い、いわゆるハスラーとかみたいなお車とかと別に座り心地自体はそんなに変わらないかなといった印象ですね。まあ、同じスズキのお車だっていうのもあるかもしれないんですけど、はい、まあ、極端に本当に、まあ、値段の価格帯が低めだからといって、まあ、劣るということはなさそうですね。本当にこのお車は100万円台から乗れちゃうものなので、そう考えるとかなりお買い得なのかなと思います。ではあとはですね、ちょっとこのエアコンのですね、まあ、少しエンジンかけて見てみたいんですけど、やっぱこの辺りちょっと、一昔前って感じですね。反射しちゃってですけど、あどうですかね、伝わりますかね、この、あ、見えますかね、なんとも言えないこのオレンジ色の画面。そうですね、なんか昔懐かしの系だなって感じしますね。はい、本当にあの電卓みたいな感じのなんですけど、でもちゃんとですね、オートのエアコンなのでこの辺りはいいですよね。このような形で操作系もかなりすっきりまとめられてますね。はい、まあこの他ですね、エアコンの吹き出し口とかですね、この辺りはやっぱり前の先代のやつと似たデザインになってますね。この縦長っていう感じで、左右対称っていうのもやっぱ同じですね。はい、
あとその以外にですね、まあ、ちょっと細かい部分なんですけど、これ一番上のグレードなので、こういったメッキのパーツですね、こういった加色も入ってるので、この部分見る限りだと全然あのチープさはそんな感じないですよね。やっぱりメッキパーツの安っぽさとかって気になるところではあるので、これはしっかりとしたメッキでいいと思います、はい、あとはまあハンドル周りとかもですね、全然もうまあ最近のクルーズコントロールとかないですけど、でも全然気にならないかなという感じですね。はい、でこちらですよね、まあマイルドハイブリッドついていますので、まあ、バッテリーの表示もついてますね。はい、ありがとうございます。まあかなり運転席周りですね、ほんとすっきりとした印象ですね。よいしょ。そしてまあ今度外に出てみますね。ちょっと今回順番が少しまあ前後してしまいましたが、まあ外観の方でですね、やっぱりこちらのアルトだと一番上位のグレードじゃないとこのアルミホイールですねついてきません。やっぱりそうですね、軽自動車でもアルミホイール入ってた方がかっこいいですね。はい、であとはLED のヘッドライトですね、これも一番上のグレードを選ぶか、もしくは他のグレードの場合だと、まあ、アップグレードとか LED ヘッドライトのパックっていうような形で、まあ、こちらの LED に変えることもできます。はい、やっぱり今までのハロゲンライトだと夜暗いのでね、はい、このあたりはやっぱしっかり LED の方がいいと思います。はい、あとは前車ですね、スズキのセーフティーサポートついているので、ちゃんと自動ブレーキとかついてきますね。はい、で個人的にすごいなと思ったのは、もう全車種であの例えば車線逸脱の防止機能っていうような形であのアラームが鳴りますね。これ全部ついてくるのと、あとはフラフラちょっと、運転してる時フラフラしてるなっていうのを車のカメラが認識すると、こっちそれでも警報を鳴らしてくれます。なので、ね、眠たい時のドライビングとかいいですよね。あーちょっと眠くなってきたなってフラフラしてくるとピピピっていう風に言って教えてくれます。それはちゃんと休んでください。そうですね。まあそれがちゃんと全部のグレードでついてくるっていうところはあーすごいなとは思いますね。はい、まああとはですね、他見た目の違いとしてはだいぶ前のアルトと比べて優しい顔になったかなという印象ですね。なんか柔らかくなってる感じ。あ、ですね。結構前の方はなんていうんですかね、メガネをかけた顔みたいな感じで、ちょっと男向けっていうような感じだったんですけどね。あとはそうですね、ちゃんとしたグリルがついてきたっていうのも嬉しいところですかね。ちょっと前の方結構言い方悪いですけど、ちょっとおもちゃっぽいような、はい、感じの外装だったので、まあ少し車らしさに出てきたなって感じですね。はい、であとは、まあ、ボディカラーですかね。まあこちらも、はい、まあ、あると非常にカラフルですね。今ご用意しているのは、まあ、ホワイトなんですけど、これ以外にも結構ブルーとかレッドとかですね、いろんな色ありますね。はい、まあやっぱりアルトだと白だと結構あの営業の車だなっていう印象が強くて意外と黒系とか似合うお車ではあるので、個人的には黒系の色がおすすめです。まあでもハスラーとかにもある水色とかは結構似合いそうですね。あ、そうですね、やっぱり色付きの方が個人的にはあると似合うと思います。はいですね、まあ本当に、まあ、全体的な、はい、内装とか全て見ていったんですけど、まあ、これでもですね、全然もう100万円台で手に入っちゃうお車ですね。100万円前半台ですね。グレードによっても100万円切ってるってものなので、はい、まあ、かなりお買い得なのではないかというところですね。でちなみにライバルのミライスと比べていくらぐらい差額あるかっていうと、まあ、若干3万円ぐらいこっちの方が高いです。なんですけど、ミライスよりこっちのお車の方が登場したのが新しいので、装備品とかはちょっとこっちの方が勝ってるのかなというところですね。はい、まあ本当に燃費もいいし、まあ近所の足として使うんだったらやっぱり
ミライスとこのアルトですね、非常に強力なライバル関係なんですけど、結構装備品とか見ていくとアルト結構いいなとも思ってますよね。はい、では、まあ、こういった本日ご紹介したアルトとかなんですけれども、もちろん私たち 100% 新車館でも新車でご用意させていただいております。はい、もちろん新車なので、例えばこのお車にあるような、まあ、360度のカメラつけたパッケージですとか、ディスプレイオーディオつけたパッケージですね、こちら鈴木さんの純正のオーディオつけた状態でも販売可能です。はい、まあ、それぞれの金額なのですね、ぜひ私たちの方に、ご相談いただければお見積もりと出すことできますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。またこのお車以外にもですね、 100% 新車館ホームページでは随時ですね、お得な台数限定車というものをご用意させていただいてます。はい、こちらも合わせて、まあ、ご検討いただければ幸いです。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもですね、新車館チャンネルの方では新しいお車の情報ですね、など発信していきますので、ぜひチャンネル登録と、高評価、グッドボタンですね、押していただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。